私は本当は荒良木君みたいな人間のクズのことは大嫌いなんだから。お前ツンデレっていう設定にかこつけてひょっとしてただの本音を語ってないか。ただ女は愛する男より愛されない男と一緒になった方が幸せだって言うから。微妙に違うし。冗談よ、荒良木君は愛されまくりのモテまくりだもんね。G3 人、いえ5人かしら。な、何がですか。本日荒良木君が遊んだ女子の数。あっ、厳密に言えば6人。で、そういう予想を立てた上で改めて、荒良木君は愛されまくりのモテまくりだもんね。安心していいわよ、荒良木くん。私はこう見えて浮気には結構寛容なのよ。浮気なんてしてませんが、僕がしているのは浮き輪くらいのものですよ。だから誰とどんな風に遊ぼうとそれは荒良木くんの自由だけれど、その浮気が少しでも本気になったなら殺すわよ。大丈夫、荒良木くん一人を死なせたりなんかしない。後から相手の女も送ってあげるわ。だからお前が死ねよ。その後寂しくないよ、カンバルを派遣してあげる。お前はカンバルを何だと思ってるんだ。都合のいい後輩。迷いなく残酷な定義。冗談よ、カンバルは可愛い後輩。それにそもそも私は死後の世界なんてこれっぽっちも信じてはいないんだけれどね。あ、そう。ただ私と付き合うということはそういうことだと荒良木君に分かっておいてほしかったな。分かってるよ、そもそも浮気なんてしない。